どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方向けのクリップだけでできるよそ行きのハーフアップアレンジをご紹介します。ハーフアップ結構ねやられる方も多いと思うんですけど、まとめた時に分け目だったりとかって結構気になりませんか？普通にこうパッとまとめてほぐしたりとかバランス整えても何かこう分け目がパカッと分かれてしまう。今日はそれをたった一技加えるだけで解消できる方法もご紹介します。使うのはクリップだけなのでパパッとできて悩みも解消できるアレンジになってますので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずリレイのバームをつけていきます。全体にね髪の毛がまとまるようにつけておいてください。次にブラシで溶かしていきます。しっかりと溶かすことによってスタイリング剤が全体に馴染んでくれます。次に髪の毛を分け取っていくんですけど、だいたい目の位置ぐらいから斜め上に向かって分け取っていきます。こんな感じでまっすぐよりも気持ち斜め上に向かってクローサイドを分け取っていきます。で、表面の部分をブラシでしっかりと後ろに向かって溶かします。この時にね、結構綺麗に髪の毛がまとまっているとバランスが綺麗に見えていいと思います。表面の髪の毛をボリューム出していくんですけど、多分大体の方って結構分け目が気になる方って結構多いと思うので、少しね、この分け目を無視してちょっと斜めに向かって、今回で言うとこっち側からこっち側に斜めに向かって溶かして面を整えていきます。で、この状態で1回転髪の毛をねじります。そうすることによってね、分け目が少し隠れてこの辺が綺麗なボリューム感が出やすくなっていきます。この部分を少しだけボリュームを出していきます。髪の毛を引っ張って前から見た感じで、ね、ちょっとこの辺が丸みが出るぐらい引き出せば OK です。こんな感じでボリュームが出れば OK です。このねじった部分とあと下のこの下ろしてる部分ですねをクリップで挟んでいきます。あとはお好みで顔周りの部分だったりとかこの辺りを少しコテで巻いていきます。今のトレンドはね、どちらかというと外巻きがベースでやってることが多いので、外に向かってパールをつけていきます。全体的に巻いて形が整ったらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。暑さ対策でねパパッとできるアレンジになってますんで、ぜひ皆さんやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画をので今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。